はい、そういう番組なの。ごめん、言ってなかったでしたっけ。あら、失礼。こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、お名前を。愛理です。愛理ちゃん。さくらちゃん。あら、可愛い名前ですね。さあ、今年のテーマはですね、夏休みなんですけれども、今日は何しに竹下通りに来ましたか。愛理ちゃん。遊びに来ました。遊びに、どんな遊び。昨日コンサートが埼玉であって。誰の。加藤ミリアのです。加藤ミリアの？あ、加藤ミリアね。今すごい佐藤早いって。佐藤ミリアいたっけか。加藤ミリアちゃん、はい。どうでした？もう最高です。最高。ボロボロ。あ、そう。でそれが昨日あって。で今日は観光をしに来ました。なるほど、そうなんですね。どちらからですか？私愛知です。愛知。お、岐阜。すごい、なんだ。あ、そう。そうですか。さくらちゃんは何しに。東京に。一緒に。遊びに。加藤美玲ちゃんのコンサートがあって、はい。観光。ここはどういうご関係なんですか。友達です。友達。あ、本当。何歳。16です。16歳。26歳。27歳。で、友達。若いね、二人とも。ね、特にさくらちゃん若いね。どうですか、竹下通り来てみて。もう、すごい楽しい。何が。なんか、可愛いものがいっぱいある。ああ、なるほど。今日はここのなんかショッピングかなんか目当てで。子供とか友達とかにお土産を。なるほど。子供いらっしゃるんですか。子供います。何人。3人います。マジっすか。27歳なのに3人も。あ、そう。今年の夏は予定としては何かありますか。愛理ちゃん。うん、はっちゃけたいです。はっちゃけたい。どんなはっちゃけ方するの、愛理ちゃんは。バイトとか置いて遊びまくりたいです。なるほど。じゃあまず愛理ちゃんの。はい。今年の夏は思いっきり。はっちゃけたい、まあ遊びたいっていう風に変えましょうか。はい。はい。それを英語でお願いします。英語？はいはい。そういう番組なの。ごめん、言ってなかったでしたっけ。あら、失礼。遊びたい。遊ぶは一言で言うと。一言？はい。遊ぶ。わかる？エンジョイもいいね。それは楽しむんだよね。はい。遊ぶはまたちょっと違う。4文字言葉。プで始まるプ。プ。英語だよ。英語の4文字だよ。プレイ。はい。イエーイ。やれ。ね。そうそう。プレイ、遊ぶ。だから。はい。なんて言えばいいんだろう。だからこの夏。サマー。なんちゃらサマー。そう、なんちゃらサマー。なんちゃらの部分。違う。これはマイクですの、これはっていう英語単語は This, yes! This is summer. あ、うん、is はいらない。This summer. そう This summer. 私は I'm this summer play. 欲しい。逆。この夏。I'm play this summer. OK! それでもいいし、もしくは This summer, I want to play.めっちゃかっこいい。さくらのも一緒に。ダメだよ。さくらはさくらでやらなきゃダメよ。はい、じゃあ愛理ちゃんもう一回テレビに向かって。I want to play this summer. Very good, fantastic, excellent. Okay, now Sakura's turn. 答え教えて答え。やだよ。頑張れ。今年手に職を持ちたい。仕事を見つけたい。見つけたいの仕事を？ああ、じゃあつなげてはい。顔